10だよ、10、10、10、10、10。なんだ、前でねえじゃん。これ、そのあたりじゃん。まさかの岐阜。はい。岐阜が宮城に行ったよな、宮城に。結構走りながら喋ったりするんですか。バカ話してます。タコのノリが悪い。あれ全然スタンボー選手初で今練習してますけど、はい、結構どうですか、あの雰囲気とかは。すごく楽しめてやってます。緊張もします。緊張もします。はい、頑張ります。してなんでしますよ、自分だってすぐの、うん、1分ぐらいで結構します。キーパーにしてはその足元の練習良かったなって言ったんですけど、どんなことを求められてるんですか。あ、やっぱり日本のサッカー、パスサッカーが命なんで、まあ、後ろからリズム作ってっていうところで、まあ、今はゴールキーパーに求められるところ7割8割その足元に関わると言われてるので、そこをメインに今日練習しました。チームの雰囲気というか、今どんな風に練習できたんですか。まあ、やっぱりレベルの高い選手が多いですし、その一個一個のプレーのこだわりっていうのはすごいみんな持っているので、まあ、そういう面で質の高い練習がいつもできるなっていうのは思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ではミーティング始めます。こんにちは。昨日のオクラミライトのゲーム 4-0 で勝つことができて、非常にこう勝負っていう意味では良かったかなというふうに思います。シリのところで、うん、G バックの方に結構ロングを蹴らせすぎて、うん、ラインも低くなってしまっていたので、うん、ラインも上げることと、うん、左足を切って蹴らせないようにして、もう少し相手のコートでボールを取ることができたら、うん、そこからショートカウンターだったり、うん、相手のコートでもう少し押し込んだ形で攻撃をすることができたかなって思いました。うん、じゃあ前目で高瀬、はい、どんなこと考えてですか。ちょっと自分たちがボールを動かす位置がちょっと低かったんで、うん、まあ、さっき言った時も距離が遠かったっていうところで、サムスの低さがどうしても距離の遠さを作っちゃったと思うんですけど、まあ、その状況を見て、まあ、2トップだったので、まあ、1枚どっちか、まあ、間に落ちて、まあ、いいところで受けてっていうところは自陣ではもうちょっとできたらよかったかなと思います。はい、じゃあ終わりましょう。真顔バージョンと笑顔バージョン、はい、マスコ、はい、笑顔できるかな。みんないますね。あ、またロッカー、サメがいるから大丈夫そう。はい、スタンボー先生、スタンボーです。あ、顔だけ、顔だけスタンボー。嬉しい、スタンボーに似てるなんて。笑顔、ケンさんも思ってる。思ってる。言ったの、言ったの。めっちゃ大きい声出ちゃった。どうですか、久しぶりの代表っていう形ですけど、このチームの雰囲気とかって今。そうですね、初めてやる選手が多いんですけど、まあ、リーグ戦とかで特徴とかは知ってるんで、やっててすごく楽しいです。はい、個人的にこの活動で、まあ、目標にしていることとか。目標ですか。やめやめやめ。だけどこうやっていじってくるんですよ。何個、何個したか分かんないけど、10個、10個した。信じられない。あんな感じなんで。あんな感じ、はい、若い子たちも結構こう来てくれるんで。目標、まあでもこういうタイミングで呼んでもらったんで、まあ、今自分のできることっていうのは、まあ、ピッチ内でもピッチ外でもやれたらいいなっていうの で
まあ、本当に次があるかっていうのは分かんないんで、もう今の自分がやれることをやった分だけっていうのが次のステップだと思うんで、はい、それだけ考えて、はい、頑張ってます。はい、すごい、なんかみんないじられるんですか？いや、いじられてるわけじゃないですけど、なんか結構下の子は来てくれるんで、はい、嬉しいです。あんまりチームでは割と怖がられてるんですけど。怖がられてるんですか？はい、なんか代表来ると結構みんな懐っこいんで嬉しいです。じゃあ、じゃあ、おはようございます。おはようございます。シービリブス以来の、はい、今代表活動となってますけど、はい、どうですか久しぶりの活動は。そうですね、まあ本当雰囲気よくやれてると思います。今回の合宿でしたいこととかってあれば。まあ課題というかそういったところっていうのは個人的にもあるので、まあ、そこをまあここでもその中でできればいいかなというふうに思ってます。午前中フィールドプレイヤーの中一人で走ってましたけどあれはなんかどういった意図かというか。いや、まあ普通に動きたいなと思ったので、はい、ま、動いてただけです。動き足りないやめてくださいよ。え、いやいやいや練習とさ試合で全然違うものやってみて。全然違いますよ。どうだった？練習の方がなんかプレッシャー早いから、狭いし早い、狭いその分速いし、練習の方が大変だった。昨日余裕だった。余裕とかは言わないですけどちょっと余裕あった余裕があったというか練習に余裕がない。うん、それだけみんなタイトにバチバチやってる感じ。
めっちゃ持ってくから今。そっち持ちすぎたらこっち重くなるの。でも全然。なんかこれ滑り止めがいい。あれもうちょっと。その木の上に乗ってるこっちだけ。違うの。あ、あ、うん。ありがとう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 。ちょ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 あれなんか今立ち位置変えた立ち位置はいあれいや2人こっち違うんですこっち前の方が順の方が前いるんで違います、ね、どっちこっちですだって先輩ですじゃあじゃあじゃあ先輩ですお互いにお互い進めてるからお互い聞こうかじゃあ両方ねお疲れ様ですお疲れ様です今日の練習どんなことをしようっていうことで入ったんですかあ、危ないでしょ大丈夫まあ、昨日 の、 あのトレーニングマッチ の、 あの振り返りをしてこう1本目と2本目で、まあ、チームとしてやることとかはこう統一してたんですけど、まあ、1本目と2本目で振り返った中でこうできた部分っていうのが、まあ、2本目の方がすごく多かったし、まあ、攻守ともにこう連動してたので、まあ、自分自身こう1本目出てて少し悔しいなっていう部分が大きくて、うん、まあ、このトレーニングでその改善と、まあ、自分のできることをやろうと思って練習に臨みました素晴らしい、はい、素晴らしいですじゃあ次浜田選手入れますこれもう完璧じゃないですかやっぱ浜田選手に聞きたいですよね、はい、素晴らしいよじゃあ浜田選手今日はどんなあの狙いを持って練習に狙い、うん、本当に昨日のミーティング、まあ、ジュンも言ったんですけど、うん、その課題と自分自身は自分のプレーっていうのを全然できていないので、まあ、それを出していこうっていうふうに思って入りました。すいません、なんかジュンも全部言っちゃってすいません。どっちが年上か分からない。なんかすいません。全部言ってしまう。どっちが年上ですか。自分です。後輩なんで。浜田選手はどんな雰囲気というか、いつもどんな感じで喋ってるんですか。でも初めましてです、この合宿で。そうですか。初めましたよな。なんか全然そんな風に見えないんですけど。そんな感じやな。いや本当に。でも初めましてでした。初めましてです。なんかすごいなんかもう10年来の友人みたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、面白い。聞いたって。いつまでこのポーズしてるんですか。あと30秒ぐらい。あと30秒。OK、任して。得意ですから。はい、いやいやいや、OK です。OK か何の話してますか。今、そのチームにお土産何がいいと思いますって言って。東京バナナでいいって。あ、なるほど。そうそう。たまにもない。そうそう。本当にもう日常の話してました。おめちゃめちゃいいカメラですね。撮りましょうか、私が。突撃取材で噛んでんじゃん噛んでん近くないえ、じゃあそう合ってるこれ合ってる合ってるうまいうまいそういうことえ、あの事件についてどう思いますかどれどうですかインタビューだったんですかうるさいかなマスカれてるということでうるさいかなはいじゃあもう行こうか、うん、じゃあねバイ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 